皆さん、こんばんは。セーラームーンと猫とジャッキー・チェンが大好き、歌唱ロシエルです。はい、ということで、歌唱ロシエル、ロシチャンネル、懐かしい初期の頃にやっていた挨拶を久々にやってみましたが、さあ覚えてますか？たまには昔の動画も見てやってください。よろしくお願いします。ということで、ちょっと今回は今までの動画見ていただいた方は、ちょっとあれ、ロシエル画質悪いんじゃね？とか思った方いると思うんですが、私も画質悪いと思っておりました。なので今回はちょっとパソコンを使ってカメラを新しくエバーメディアさんのカメラにしてみたので、画質良くなったのではないでしょうか。今回はいつもと違った形式で撮ってみます。よろしくお願いします。ちょっと先日実家に帰る予定がございまして、歌唱ロシエル過去の子供の頃に使っていたものとかをちょっと見てみましたら、まあ黒歴史いっぱい出てきました。あまりにも出過ぎたために、今日はその黒歴史の一部を皆さんに紹介したいと思います。さあ、まず一つ目はこちら、ピンクのクリアファイルでございます。A4 サイズ20ページも入るクリアファイル。懐かしい。もうね、もう昔の絵がいっぱい入っておりました。見て。懐かしい。なんか一時期紫式部を見てて、十二人をね、描いたことがありました。懐かしい。これは色鉛筆で描いてありますね。テカっちゃう。色鉛筆と水彩画アクリル絵の具を使っております。うわー、懐かしい。アナログで完全にオリジナルで自分で構図や絵柄を考えて描きました。これはね、いくつだろうな、中学生の頃に多分描いたと思います。めっちゃ懐かしい。こういうね、細かい模様を描くのめっちゃ好きだったんですよ。見えるかな、超絶細かい線を描いておりました。だいぶ懐かしい。他にもね、ありまして。いや、でもね、今見るとね、めっちゃ下手。やだー。はい。この頃は、シワとか、レースを描くのがめっちゃ好きでしたね。これも、色鉛筆。上から見た構図で、バラを持ってますね。でも、若干、似てるかもしんない。今の私と。こうやって、バラ持ってる感じ。ちょっと、今の顔に似てる。でもなんかよくありますよね。絵を描くと、この人物が自分にちょっと似てるみたいな。これ、周りのこのレースはスタンプをつけてますね。スタンプでございます。レースのスタンプ。あと、スタンプと本物のレースを後ろからコピック、スプレーバージョン？なんかね、コピックを差し込むと、スプレーとなって、こう吹きかかる。あ、うまく言えないんだけど、なんかね、フィギュアを作るときに塗装するときのスプレーみたいな、エアプレッサーだったっけな、ど忘れしちゃったんだけど、それをコピックバージョンでできるやつ。はい。なんかいろんな画材を使っていろんな塗り方を試してましたね。ほんでもってこちら、これも上からの構図。これもね、まだ私の大好きな服のシワ、レース描くのが大好きだった頃のやつでございます。一色じゃなくて何色も塗ったりとか。で、この風船、シャボン玉なのかわかりませんが、こう夢を見ているっていうテーマで書いてあって、この丸いやつの中に、これはスタンプですね、貼ってあります。懐かしいな、ほんまに。でも最近全然絵描いてないんですよね。だいぶ描いてない。はい。これは妖精。これもさっきのコピック。スプレーみたいなやつで色塗ってますね。だいたい色鉛筆で色塗ってからコピックスプレータイプを吹きかけております。すごい淡い色。はい、これもシワめっちゃ描いてある。なんだろう、二次元のキャラは私ロン毛の真ん中分け、前髪が真ん中で分かれてるロン毛の男性がすごい大好き。天使とかすごい大好きなんで、羽とか描きがちですね。あとはね、なんかもう、これ全部色鉛筆オリジナルの猫ちゃん。で、こっ
ちは何のキャラだ。これはね、確かオリジナルで自分でなんかこういう女性とかこういうゲームキャラいたらいいなって思いがけながら書いたキャラですね。これはシャーペンで書きました。はい、あとはね、なんかマンションとかダッチョ書いた時間28って書いてあるけど、28秒ではなく多分28分かかりましたよっていう28だと思います。これはなんか書き途中のやつ、いや下手ー、書き直したいな。なんか時間ができたら久々に絵でも書きたいなと思いました。そんなクリアファイルでした。次よっ。はい、めっちゃ懐かしい。超絶懐かしい。これ皆さんわかります？タイムストレンジャー京子。種村ありな先生がすごい大好きで、漫画家の。神風怪盗ジャンヌがめっちゃ好きで、その作者さんの次の作品。タイムストレンジャー。これは確かリボン。漫画雑誌リボンの全員応募者大サービスでもらえるやつです。10年以上経ってるのにめっちゃまだ超綺麗です。ほぼ新品。この中に何が入っているのかと言いますと、はい、もうねすごい、テスト用紙が大量に出てきました。なんかいろいろ落ちてきた。なんでこんなテスト用紙があるのかと言いますと、小学校、中学校、高校って私行っておりません。勉強がとにかく嫌いだったので、とにかく勉強したくなかった。ただ勉強したくなかったという理由で学校に行ってなくて、多分これ中学生の頃からテスト用紙が机の中にどんどん溜まっていくんですね。それを定期的に私のお家に届けに来てくれる子がおりまして、でも私全然この子が一体誰が家に届けてきてくれてるのか全然わからない、知らないんですけど、その子にお礼を言いたい。ありがとう。どこの誰なんだろう。定期的にテスト用紙を持ってきてくれて、でも私は一切勉強してないんで、もうこんだけ溜まりました。この用紙もったいないんで、裏がね、このようにね、絵を描けるスペースがあるんですよ。なので、メモ帳だったりとか、めっちゃ絵を描いております。これはね、ケンシロウ。懐かしい。北斗の剣じゃなくって、蒼天の剣のケンシロウでございます。これもなんかの、多分オリジナルではないと思うんですけど、模写かな？洋服描いていたりとか、謎の寝起きじゃないか、眠いにゃっていう女の子の絵だったりとか、なんかそんな感じでめっちゃいろいろ描いてました。鈴宮春日、今もこれをメモ帳として貼っております。メモ帳として使っております？いや、しばらく使ってませんでした。多分10年以上前、こんな経ってはないか。でもずっとその実家に眠っておりました。なんか昔薄い紙って流行ってなかったですか？薄い紙、なんかトレース紙みたいな、全部セーラームーンの絵をめっちゃ写して描いてる時がありました。で、なんか出てきた、ガンホーム。全然描いた覚えないけど、でもこれはボールペン。でも確かに一時期ボールペンで一発書きにハマってた時があったんで、多分その一部でございます。おそらくそうでしょう。なんだろう、もうすぐクリスマス。なんかいろいろ文字書いてあるんだけど、これ何？街はクリスマスとカップルで溢れて、何百万ものロマンチックな夜さ。急がないと、慌てないと、今年も寂しいイブが待っている。彼氏のいない日この指止まれ、彼女のいない人気合を入れて、彼女の欲しい人、彼氏の欲しい人この指止まれ、彼女の欲しい人一人ぼっちにしないで、運命の人見つけるんだ、探すんだ、この街にいるんだ、合図ください、時間ないよ、もうすぐクリスマス。歌？もうすぐクリスマスという歌がもしかしてあるのでしょうか。よかったらこれを知っている方、コメントお待ちしております。なぜ私はこれを書いたのだろう。謎だ。謎のものがいっぱい出てきた。黒歴史が出てきた。漫画が出てきた。子供の頃漫画家目指してた。漫画家になりたいなって思ってた時期ありました。すごい、このテープ、めっちゃ年季が入りすぎている。ねえ見て、タイトル、ときめきメモリアル、まんまパクリ。私は草薙マロンです。これもまんまパクリ。
タイトルも登場人物もパクリ。すごい。これから漫画でお世話になります。よろしく。チース。私は中二です。とても元気なマロンです。でも時々恐ろしい出来事があります。マロン、おはよう。お、朝から元気だな、誠一。あ、まだ紹介してなかったな。こいつはずっと一緒だった種山誠一と言うんだ。男か女か区別つかない。全部同じ顔してる。ずっと一緒だったってすごいなんか過去形なんだよな。もうね、すごい自己紹介が始まってますね。もうやっぱ漫画始めたての最初のシーンって登場人物の紹介を主人公がしていくじゃないですか。まんまそんな感じの流れですね。あんま隠れなんだよな。このカードキャプターさくらのともよちゃんに似てる子も出てきた。全然書いた記憶ない。これ読む？いる？なんかね、あ、またマロンちゃん、誠一くん好きだから目がハートになってる。川崎みなみちゃん、やっぱりわかる？目ハートになってるの。当たり前よ、だって顔真っ赤だもん。え、嘘、ほんと、あ、ほんとだ。あ、でもみなみちゃんは誠一のこと好きなの？何の噂してるの？うふって真ん中に登場人物、新たなる登場人物が出てきました。滝本先輩って驚いてますね。滝本先輩、まさかさっきの話聞いてた？え、さっきの話って？はぁ、よかった。はふぅ、さっきの噂の話、内緒話のこと教えて。それは言えないです。それではさようなら。飲む？二人は逃げていきます。ずいぶん逃げ足早いのね、お坊ちゃま。女の子ですけど、女の子だけどお坊ちゃまって言っている。姫氏、我の前に示せ。契約のもと私が命じる。いいんでー。なんか変身しました。しかもこの変身の言葉がもう完全にカードキャプターさくら。待って、しかも変身した姿、これセーラームーンのパクリ。おでこにティアラついてる。やばいっす。めっちゃやばいです、この漫画。私は滝本先輩、悪魔の戦士、あの草薙マロンを吹き潰してやるわ。吹き潰すってなんだろう。踏み潰してやるならわかるけど、吹き潰してって書いてある。見てろよな。もうこれ以上読めません。やばいっす。これはもう完全なる黒歴史です。主人公も変身しました。これなんか完全にファンタジー、変身して先輩と戦う漫画でした。タイトルときめきメモリアルなのに、込みどころ満載すぎる。いろんな作品が融合しております。なんかね、先輩と主人公が戦う瞬間までは書いているんですけど、もうそっから空白です。私だって負けるものですかって終わってます。恐ろしい。もうね、漫画家になりたいって夢はあったけど、ストーリー考えるの嫌いなんで絶対漫画家になれない。もう絶望的だもん、今のストーリー。そしてまだね、こんなにメモ帳というかノートかいっぱい入ってるんですよ。なんか書いてありますね。なんか書いてあるよ。ちょっと待ってね。でも何にも書いてないやつもあるんだな。なんかレシートとかついてるんですよね。なんかお小遣い帳的なものを見つけました。これは働いて得たお金が書いてあります。これはいつの4月10日なのか分かりませんけども、これバイト代で73,040円が、はい、収入として入りました。親に5000円ずつ想定と書いてあります。無双3の攻略本100円で買っております。飲み物代196円。セーラームーンのビデオ DVD、 いろいろセーラームーングッズを買っておりますね。これあれだ、中野まんだらけに行った時のやつだ。懐かしい。お菓子の町岡で222円のなんかお菓子を買っております。菓子パン308円。めちゃくちゃ細かく書いてある。兄の分の菓子パン、お金を200円もらいましたとも書いてあります。こんなノートがこちらです。みんなでディナー、姫ちゃんのごちそう。わかんない。これもなんかリボンって書いてある。これは私わかんないです、この作品。赤ずきんちゃちゃではないか。
なんか昔懐かしいノートですね。もうそんな感じで、もう本当に付録とか懐かしい古いものとかをいっぱいもらってたんです。本屋さんから。そして、なんかいろいろ書いてある。黒歴史。